突然ですが、今お付き合いされている方はいらっしゃいますか？いないです。いないです。私はいます。私はいないです。どれぐらいの期間、独身でいらっしゃいますか？17歳なので、17年間独身でいます。1年ぐらいですか？先月別れたので1ヶ月くらいです。今までに1回もいないんですよね、お付き合い、はい、ただ僕の友達は全員彼女いて、自分の知ってる女子の友達全員彼氏いるっていうのがとても悲しいです。僕だけできないのが。その間シングルだったの。Just having a bit of a mix. はいろんな選択肢がある中で、あえてそうしていたのか、それともいい出会いがなかっただけ、どちらでしょうか？いや、そう、まあ普通に何も考えてなかったんですけど、まあ、出会いはなかったんですね。はい。いい出会いが見つからない。Yeah, sure, but if you're not even looking at all, especially as a guy, yeah. The thing is, people more likely to look for partners if the other parts of their lives are in order already. And I'm not saying this in a judgmental sense, just an objective sense that,For example, if Gen Z is experiencing some existential dread, they might not be as keen on prioritizing dating. それはなんかやりたい、集中したいことがあるなどなのか、ただ単に自分の時間を楽しみたいですと、どちらですか？ただ単に自分の時間を楽しみたいです。まあ結構どっちもですね。Yeah, but like, can you really trust these answers? まあ面倒くさいっていうのもあるし、前以上の人をなかなか見つけられないっていうのもあります。まあなかなかいい出会いもなくて、それともちろん。まあなかなか見つけ、なかなか見つけられない。Can't find someone better than my ex? She did not like that answer. まあなかなかいい出会いもなくて、それともちろん自分自身もいろんなこと頑張りたかったので、例えば会社を立てるのにもやっぱり自分に集中いっぱいしないといけなかったので、まあその理由で独身でした。若い時からずっとビジネスをやりたかったので、20歳ぐらいの時からもずっとビジネスを立てられるように頑張っていったので、まあそれでやっぱりまあその時に彼女を探すとしたらやっぱりもうちょっと邪魔になっちゃうので、その理由がメインで。でもし今 Still, I would argue that. The right person shouldn't be a hassle, right? And should be a plus. 今自分に合うような人がいたら恋愛したいと思いますか？全然します。したいです。そうですね。はい。どうですか？あえてですか？いや、そうですね。あえて。ちょっと探してる感じですね、今は。いい人がいたら付き合います。付き合いたいです。では、恋愛とは It could be that guy. あなたにとってどんな意味を持っていますか？また最終的な目的とかは一人でいるよりかは二人でいる方がなんかやっぱ幸せの具合とかは高いのかなっていう。恋愛というのはやっぱりその結婚を求める Very vanilla answer. 方を探して、それでやっぱり付き合い始めるのが自分にとって恋愛だと思います。やっぱり結婚に近づくのかなって思ってます。単純ですよね。Sure, but that's also a little bit heavy when you're like 17. No? 軽い気持ちでもう離婚とかそういったのを聞くとちょっとうーんってなっちゃいますね。いろいろと。では、カジュアルなデートやその場限りの関係っていうのと真剣な交際をする恋人を見つけるっていうのは違うと思うんですけれども、どちらの方が日本では簡単だと思いますか？日本カジュアルの方が簡単なのかなとは思います。その場ですね。同じくその場ですね。まあカジュアルなその場限りのやつだと簡単だと思うんですけど、長期だとまあお互いの相性とかあると思うので、それは難しいと思います。若い人の間でしたら、本当もまあ遊びまくる男性の方が結構多いと思います。やっぱりだんだん大人になって、やっぱり社会人になってきて、やっぱり寂しくなる時期もいずれあると思うので、若い人だとやっぱりカジュアルの恋愛付き合いが結構多いと思います。まあ若い日本人の世代ではデートは興味ある人が多いのか、それとも別にデートをするだけでも全然いらないみたいな人はどっちが多そうですか？どうだろう。いや、あんまり積極的じゃないんじゃないですかね。デートしなくてもいいっていう人も案外いると思います、ね。私の周りは結構恋愛好きな人が多い感じしますね。ある若者はあると思いますけど、10代とかはみんななんか彼氏欲しいとかよく聞くのであるなと思います。まあ興味がない人の場合ってなんか理由なんだと思いますか？怖いんじゃないですかね。なんかやっぱりさっき言ったように体目的だったりとか、あと本気とか本気じゃないっていうところの不安だったりとか、それで多分踏み出せない人がそういう意見なのかなって思いますね。まあなかなかそのまあ自分がまあ持てないっていうのもあって、その人とのその女性の Why do you have a feeling that, well, I guess that is the point, but their perspective could be very much coming from themselves, right? Very self-referential. 女性の好みなので、はい。女性に対してなんか敷かれたりとか、あとはお金虫取られたりとか、そういった負のイメージしかないかったりとか、そういった印象ありますね。一人身の方が楽なんで、まあ、一人の時間楽しみたい人とか多いと思うので。減ってるのかと思います。パートナーがいることのメリットやデメリットはどんなものがありますか？お互いに支え合えるので、まあ、そこはいいと思います。はい、デメリットはまあ喧嘩とかしちゃうんで、まあはい、喧嘩とかして、まあ、すれ違ったりとかするんで、うん。そうですね。異性に対してその縛られてる感じがないので、好きな男子でも好きな女子でもたくさん遊べるっていうのがいいことだなと思います。デメリットはまあ寂しかったりとか、なんか他の子が恋人がいて、羨ましいなと思うことはあります。メリットは自分に全部時間もお金も使えることで、メリットはなんか寂しくなったりしたのも友達じゃないっていうその関係の人がいないとなんかって、まあ今の時代でデート相手を見つけるのは1から10で、10が難しいとするとどれくらい難しさだと思います？10です。いや10ですね。But this could really
contradict a little bit the earlier narrative of like, you know, man, I'm just like having fun, man. Like, I don't really care. 7ぐらいかなって思います。8ぐらい。その1回遊びに行って次遊べるっていう確証がまだ持てないとかもあるし、そこでいい感じになったとしても相手はよく思ってなかったりとか、なんか失敗を犯しちゃったりとかすると、その最終的な付き合うまではやっぱ難しいのかなと思います。では、今までにデートする相手を見つけようと思ったことはありますか？あります、全然。なんか、女性にアピールするときに、なんかどういった努力をされますか？自分の特技っていうのは、大体その、聞きます。はい。Let's go! Oh, it's not League of Legends, it's already great. とか、そういう、まあ、勉強とか、アドンドとかっていうところで、はい。断る。That's fine, I guess. 言わない。誘ってくれたら、行きますっていう感じか。I don't know about that. You reject no one?That is something like you would say to encourage people asking you out, but then you would reject them though. なんかそういう、まあ、ちょっと出かける人を作る場所とか、なんか日本で活発な何かあったりします。周りの子はもうアプリつながり？出会いには別に行かないけど、たまたま友達でみたいな。クラブだったり居酒屋だったりとか、そういうのは日本はそうですね。男の人がすごい女の人を追っかけてる姿をよく見るので、僕はやってないんですけど、よく見るので多いのかなというふうに思います。今、マッチングアップ。Is that a good place to get a partner?I guess I don't know. I guess it could happen, but I don't know. マッチングアプリとかもいっぱいあるし、で本当にちゃんと出会って恋愛するのって機会的には少ないな、難しいことかなと思うので、自分から遊びたくてなんかアプリとかで探してとかの方が。Stop nodding. 簡単なんじゃないかな。まあ日本では男性の方が女性に積極的にアプローチした方がいいみたいな風潮ってあると感じますか？感じますね。感じますね、告白って結構なんか日本独自の文化で、まあ、告白するのは別になんか男からが普通だろうっていう、ある50-50ですね。海外などはやっぱりナンパするのが あんまり悪い意味で見られてないので、Well, it could be still awkward, right? And other people might not be very receptive of it. So there's a high chance you're gonna get rejected.ですが、日本ではやっぱりナンパするとちょっと悪い意味になっちゃうので、やっぱり友達関係から付き合い始めて、そういうのは日本はあるあるなんですけれど、外国だったらもう例えば、まあ、タイプな女の子が、まあ、パブリックにいて、でそしてナンパして連絡を交換してで付き合うことも全然あるんですけれど、日本だったらやっぱり、まあ、ナンパの理由でちょっとあんまり難しいと思いますね、男性側からアプローチするの。まあ、ご自身でしたら男性、自分が積極的にアプローチするのと相手からアプローチするのどっちがいいですか？やっぱり相手ですかね。自分がなんかその怖いってからその、はい、あるので、はい、手欲しがあります。では女性から男性に積極的にアプローチした場合、なんかどうなると思いますか？ちょっと引く人が多いのかなって思います。その女の子からみたいな驚きの方だったりとかびっくりが大きいんじゃないかなと思います。それはそれで、 You know, I would not have any problem just talking to someone, but if they act like a total dick about it, I guess I wouldn't like that. 女性の方が素晴らしいと思いますし、まあ男性は絶対つかまず嫌とは思ってないんで、それはそれでいいんじゃないかなっていうふうに。ではなんかデートしてる女性がいて、自分が告白しようと思っていつにしようかなって考えたりするときに、女性の方から私と付き合ってくださいっていうその決定打を打たれたとき、どう感じますか？正直うわーって思います。やられたって感じしますね。自分から言いたかったなみたいな、ちょっと悔しいなと思います。そうですね。まあ僕的にはまあ情けないなというふうに感じます。男らしいとかそういうのではないですけど、まあなんていうんですか、自分から言いたいっていう、自分の判断で決めたい、そういうのは僕は自分から言いたいって思います。マッチングアプリの方は使ったことはありますか？ないです。周りの友達でよく使う人とか使ったことあるよって人はいますいますね。なんかその人たちでやばかったエピソードとかって聞いたことはありますか？ホテルに置いていかれたとかでなんかすごいちょっと生々しい話、先払いと後払いのところがあるじゃないですか。ホテル代金それを後払いのところ行って、なんか勝手に女の子置いていくみたいな、そういう感じでお風呂入ってられるとか。なんかもうハイスペック。I do have a feeling that Japan could be causing itself a bit of a headache with its customs sometimes. めっちゃ彼氏さんが超ハイスペックみたいな感じで、もう超幸せ超幸せで半年ぐらい付き合って、なんか結婚するみたいなこと言ってて、結婚するのって言ったら、もう別れして違う人いるみたいな。東京だったらあれですけど、地元とかだったら、まあ、知り合いの知り合いとかなんで会ってみてあ、結構あると思う。誰々の友達だね。あ、そう気まずい、ね、今なんか東京都が恋愛を促進するために独自の出会い系アプリっていうのを開発しているみたいなんですけども、そういうの聞いたことありますか？ないです。どう思いますか？すごい初めて聞きました。これを見て、 Yeah, but that's not really the hurdle, right? を見ても、 I guess the most often echoed problems areMoney, free time, and but that's pretty much it. I guess opportunities. でもやっぱり使おうとは別に思わないですね。やっぱ出会いするんだったらやっぱ現実の方が一番かなって思ったりしてますね。なんか本当に出会いが欲しかったらすごい便利だから使ってみるのもいいかなと思います。
結構使ってみるのいいなって思います。都や県でそういうものを作るということは税金がそこに使われることになるんですけども、なんか、give that money to me。 それどう思いますか。いやまあ、その税金はもっと違うことで使ってると思います。はい、Yeah, I can do it for 10k easy, or I can take the whole project myself. I mean, if anybody gets paying for it, like I'll do it. その生活だったり、福祉だったり、使い方でいいと思います。はい。それはプラスの方向で使っ。Damn。使ってると思うので、それは全然大丈夫だと思います。はい。いいじゃないですか。そんな大してまあ納税してる身でもないので、今の僕の感覚では。Well, you might be surprised. You would think that this is like a project that like cost like, well, it really should be like no more than like 20k, I guess. But I mean, if you look at the government projects, Also, I think there might be a fundamental distrust if it's like a government thing. No?Now, I'm not saying this as someone who exalts dating apps in the first place, but like, would you trust a government dating app more or less?海外のメディアでは日本の出生率が下がっている原因として恋愛や性行為自体が少ないというふうに言われているんですけれども、これは日本で本当にそうだと思いますか？本当にそうだと思いますね。やっぱりみんな仕事。I don't like the questions that much. It would be much more useful to have open-ended questions. 仕事に集中しすぎて恋愛とかも家族を作るのもやっぱり一番の重要じゃないので、まあ、その理由を含めてやっぱりだんだん減ってるんだと思います。地元の人は割とちゃんと赤ちゃんもいるし、お付き合いもされてる方も多いけど、東京に出てる私とか私のお友達とかはなんか出会わない、子供いらないかもみたいなことを言ってる子はちょっとずついる。まあ出生率はそうかもしれないけど、行為自体は多いと思います。正直ありふれてると思います。